はい、皆さんこんばんは。今日は2本アップしちゃいます。こんばんは、おはようございます、こんにちはということで、お好きな時間に見ていただけると幸いです。フェニックスはやぶさもとい、もう最近もといが大好きになっちゃいましたけど、ジーコチャンネルです。元気ですかっていうね感じですけども、元気がなくても動画は作るぜという感じでこれはですね、WRX-S4 でロングドライブの、2本目続きですね、こちらで、上げてみたいと思います。いろいろね話がこう前後しちゃうかもしれないんですけども、そうですね、そうやって、配信とかをしていくうちに自分は喋りが上手くなっていったと思います。もともとはあんまり喋ることは得意じゃないんですよ、正直。未だに上手いと思ったことは一回もありません。なぜかちょっと喋りが遅めになってますけど、一応夜中なんでね、今もう、月曜日の朝になってしまって、時計の針をね、0時超えて0時11分でございます。やっぱりこうやってね、動画をこう見ながら振り返ってみると、やっぱりこのお天気がいい時に撮っておいてよかったなって思うんですよね、やっぱりね。明日は曇りです、多分ね、雨もちょっと降るでしょうということで、天気の話は置いといてですね、まあ、僕がその音楽人であるっていうのは、一本前の動画で公表してしまいましたということなので、じゃあまず僕がその地元に帰ってきて DJ をするようになったいきさつをちょっとお話ししてみたいと思います。かれこれ10年前10年前ですよ、本当に。思えば遠くへ来たもんだっていう感じですけどね。僕はその若かった時に、まあ、今の仕事をするための学校に行ってたんですね。でその学校に行ってる時の住んでた町にの近くですね、住んでた町の近くにソウルバーがあったんですね。でそのソウルバーっていうのは、非常にこう新鮮で、まあ、もちろんお酒を飲む場所なんか行ったことないですから、どんなとこだろうと。でなんかこう地下に降りてく場所なんですけど、そこを地下をこう覗いてみると、自分がその中学校とか高校の時に大好きで聴いてた R&B とか、もうそれこそソウルとかファンクとかですね、もう発音から言うとフォンクですね、ガンガン流れてるわけですよ、大音量で。これは最高やろうと思って通ってたわけですよ。でそれ学校を卒業して仕事をするので、西東京の方に移ってからもう1時間ぐらい電車を乗ってですね通ってました。月3ぐらい行ってましたね、多分ね下手するともう毎週行ってたぐらいの時もありましたし、まあ、そこで、ブラディメアリーとか、今レッドアイとか飲んでますけど、ロングアイランドアイスティーとかね、強いやつとか飲んで、お酒の味を覚えたわけですよ。なんとかアレクサンダーとかね、名前忘れちゃいましたけど、ブランデーがベースでしたね。それでまあそれでまあちょっといろいろうちの事情がございまして帰ってきたわけですね。で帰ってきた時にそういうソウルバーの雰囲気で、お酒が楽しめる場所を地元でできないかなと思って始めたのが僕の DJ の本当にいきさつです。K です。これは一番最初のところをこの間考えるきっかけをお客様にちょっと教えてもらったんですけど、これだったよなと思ったんですね。で思ってて、で先にやってくださってる方がいたので、その方たちと、まあ、
合流して始めたんですけど、まあなかなかうまくいきませんよ。90年代後半、まあ大体そういうものが母体としてないので、最初から作っていくしかないんです、うん、非常に苦労しました。本当に未だに苦労してますけどまあそれでもマニアックにやろうと思えばいくらでもできます。もう本当にどっちかというと僕はそっちの方が好きなんですけどね。だけれどもそれをやってしまうと仕事にならない。僕は DJ は今は仕事にしないとあかんと思ってる方なんで、もう趣味でやるんだったらもうなんて言うんだろう、もうフリーでね、なんかそれってつまんないなと思うし、あとはその気合も入らないし、なんていうかこう、まあ、昔嫌がらせをされたことも何回かもありましたんで、それをやっぱりなくすにはもうチャージ入れるしかないんですよ、うん、そこです。ということで2本目の、動画この辺で終わりになりますかね、チャンネル登録といいねボタンお待ちしております。よろしくお願いします。ジーコチャンネルでした。